はい、皆さんこんにちは。全盲のバイオリニスト、そして YouTuber のアナちゃんこと穴澤雄介です。本日は木曜日、なるほど音楽の時間。今日はですね、バイオリンのコード奏法動画その4ということで、いよいよこのコード奏法動画も4番目まで来ましたね。はい、バイオリンは旋律楽器ですけれども、コード奏法が使えるようになるといろいろと演奏の幅が広がりますよということでお届けしております。ループマシーンなどもね、ご購入を検討していただけると、ルーパーを使いながらまたさらにコード奏法を使っていろいろなバイオリン1本で演奏が楽しめますので、ぜひ実践してみてください。まあでもそんなループマシーンとか使わなくてもですね、いいエチュードにもなりますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いします。今日からリクエストございまして、マイナーコードを、やってみたいと思いますね。マイナーコードは、まあ、いわゆるクラシック的に言うと単三和音というやつでございますけれども、カメラさん、それでは、こっちのマイナーコードって書いてある方の楽譜をちょっと拡大してください。私は映らなくてもいいのでね。はい、ぜひここで、スクリーンショットなどして、楽譜ね、手に入れていただければと思いますけれども、まずはこのマイナーコードの基本形って言われる感じのものですね、一覧にしてみました。まずは Am。 Am は大文字 A に小文字の M と書いて、これコードネームですね。はい、これ Am で、いわゆるラから始まる、単三和音。ね、ラドミでございますけど、単三和音は、このルートの音ですね、この、基礎となるこの A の音、ラの音から、単三度上、の音、つまりドですね。そして調三の上のミ、ね、この順番で並ぶこの和音、三和音が、ね、単三和音、これが Am ですね。で次が Bb ね、C のフラットから始まる、単三和音ですね。そして Bm ね、C レファシャープ。そして Cm はドミフラットソになりますね。はい、そして次が C シャープマイナードのシャープ、ね、そしてミとソのシャープ。そして次ですね、Dm、これが、レファーラ、ね、でここだけ楽譜で指番号を書きました。420と、指番号を振りましたけど、そうです。この、マイナーコード、まあ、メジャーコードもそうだったんですけども、この基本形の和音はね、こういう、間の狭い音同士の和音というのは、バイオリンはなかなか出せません。出しにくい楽器なんですね。ただ、この、Dm は基本形でバッチリ出せます。4の指、2の指、そして開放弦、0、ラですね。2弦をこういう開放にして、これですね。ね、これが Dm ですね。はい、そして次が Em、ミのフラットから、これ全部フラットがつきますね。ソのフラット、シのフラット。そして Em、ミソシ、そして Fm、ファ、ラフラット、ドですね。そして F シャープマイナー、ファのシャープとラと、そしてドのシャープ、そして、G マイナー、ソシがフラットになりますね。そしてレ、そして次が C、あ、じゃあ G シャープマイナー、ね、ソのシャープ、シ、レシャープということになりますね。そして、また A マイナーに戻りますけど、ここも先ほどのレマイナーと一緒ですね。バイオリンでも十分基本形の形でこれ出せますね。また同じ420ね、ね、Am、 これ基本形でバイオリンも出せます。というこの、マイナーコード
なんですけれども、今も申し上げました通り、この基本形の形ではバイオリンはなかなか、出しにくいです。出せないことの方が、多い楽器なので、これをバイオリンで押さえやすい指ね、直して一覧にしていきます。ということで今回もメジャーコード同様、マイナーコードも A パターン、B パターン、C パターンということでご紹介したいと思いますが、今日はその中の A パターンをご紹介したいと思います。じゃあカメラさん、下の楽譜ですね、A パターンの楽譜をちょっと拡大してください。ぜひここで皆さんあのスクリーンショットなどね、またしていただいて、これ今から使う楽譜ですからね、はい、よろしいですか。はい、パシャッとねやっていただければと思います。さあ、それでは A パターンの方入っていきたいと思いますが、まずはこれ C マイナーからまた紹介していますけれども、そうなんです、メジャーコードの時も申し上げましたけれども、何かとその一番下に来る音っていうのができるだけ低い音を使った方が、いいことが多いというのも、その例えば、これ和音ね、3つの音を出す和音を使おうと思ったら、4弦3弦2弦で和音にしてしまったら、それよりも高い音域っていうと、もう1弦で出すしかないですよね。で、これを伴奏系に使おうなんていうふうに考えると、できるだけこの和音の3つの音は低い方に持ってった方が、いいことが多いですよね。旋律を高い音で弾くとするならば、やっぱり、ね、低い音域でできるだけ和音を覚えていった方がいいので、一番最低音のこの4弦、G 線、ね、0を使えるような位置から始めていきたいと思います。でこの A パターンは、トップの音ですね、一番上の音に、ルートの音が来る、パターンです。なので、最初は、4弦0、1弦がミフラットの1の指、そして2弦が2の指で C マイナーね。そして次が1の指で4弦を押さえて、2の指をその1の指にくっつけるような形でミを押さえます。そして2弦が3の指でドシャープを押さえます。いわゆるハーフポジションですね。これで C シャープマイナー。ちょっとね、ハーフポジション慣れてない方はちょっと押さえにくいく感じるかもしれませんけども、これも慣れちゃうとね、あの何でもないので、ハーフポジションもぜひ覚えてください。そして、次はすごい出しやすいですね。Dマイナー、これは、1、2、3で、やはり1の指と2の指がくっつくこの形になりますね。で、2の指と3の指はちょっと離れる、全音分離れる、位置関係で、これで、ね、まあ通常のファーストポジションのところですよね。これで抑えられる、Dマイナーですね。そして次が、2の指で C フラット、3の指で、3弦の、ソのフラット、そして、4の指で2弦のミフラットを抑える、E フラットマイナー。これもなんかね、あの少しハーフポジションに似たような感覚になるちょっとポジション使いですけれども、この指がでもなんだかんだ言って一番良いので、はい、この指で書きましたけれどもね。そして次が、半音上げて、E マイナー。これは通常のねファーストポジションの、2の指、3の指、4の指の場所で押さえられますね。そしてサードポジションに上がって、ドの音を1の指で押さえます。そして、3弦がラのフラット2の指、そして、2弦、ね、3の指で F マイナーですね。そしてそれを半音上げて、F シャープマイナー、ね、そして、今度は、下に降ります、ファーストポジションに降りて、3弦0ですね、そして、2弦1の指、1弦2の指、G マイナー、ね、そして、
またハーフポジションですね。3弦を1の指レのシャープを押さえて、2弦2の指で、C を押さえて、そして3の指でそのシャープを押さえる、ね、G シャープマイナー、そしてそれを半音上げて通常のファーストポジションのところです。 A マイナーですね。はい、そして、2の指3の指をくっつけて、そして4の指で、C のフラットを1弦で押さえます。B フラットマイナー、そしてそれを半音上げて、まあ、通常のファーストポジションのところですね、まあ、F シャープを2の指で押さえて、3の指で0、4の指で1弦の C を押さえる、B マイナー、そしてファースト、サードポジションに上がって、1の指で、1弦、いろいろ指番号と弦の番号がごちゃごちゃになってすいません、1の指で、3弦ですね、3弦、1の指、そう押さえて、そして2の指で、2弦のミのフラットを押さえて、そして3の指でドを押さえる、ね、C マイナーに戻ると、ね、いうことで、はい、この A パターンは、ルートの音が一番トップの音に来ると。これは非常に押さえやすい、指使いのコードパターンになりますので、これはかなりこの A パターンは、あちこち便利に使える指の並びになっていますので、ぜひ A パターンね、覚えてください。これはもうかなり使えます。はい、ということで、残り B パターン C パターンは、次回にしたいと思います。このコード奏法動画、若干ねマニア向けかなと思いつつも、ありがたいことにリクエストもいただき、続いております。今後もコード奏法動画続けてくださいと、お感じいただける場合はですね、またぜひその辺もコメント欄に書いていただけるとすごく嬉しいです。はい、B パターン C パターンはねここまでいったので、もちろんこの後ご紹介しますけれども、コード奏法動画どこまで続けるかはまだ不透明でございますので、ぜひぜひ反響の方をお聞かせいただけたらありがたいです。ということで、今日の内容いかがでございましたでしょうか。よかったらぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしています。あなちゃんでした。